はい、JAXA のですね H3 ロケット、まあ、次世代ロケットと非常にもう重要なんですけども、まあ、それがね、まあ、打ち上げに向かってカウントダウンしている途中で本当に直前に止まったんですけど、これが中止なのか失敗なのかということをめぐってね、議論があったみたいなんですけど、まあ、これ僕はどちらでもいいと思うんですよ。言葉の問題なんで、あるプロトコルに従って中止して、例えばそれで打ち上げちゃったりしてより面倒なことにならなかったという意味においては、これはもうある意味では成功だという言い方もできると思うんですね。僕ね、やっぱり日本人はその中止とか失敗とかそういう言葉にとらわれがちだと思うんですけど、僕皆さんにぜひお勧めしたいのはですね、スペース X が1段目のロケットを回収するというテクノロジーを作るまでに何回失敗したかということをですね、動画にまとめて、紹介しているページがあるんですね。でこれを見ると本当に今はね、見事に1段目のロケットを打ち上げた後、今までは捨ててたのをこうやって逆噴射して地上に戻ってきてるんですけど、そこに至るまで何回失敗しているかという、だからそういう意味においては、まあ、エジソンがね、999回失敗したってことは、この道を行くと成功しないやり方を学んだだけなんだっていうようなことを言ってますよね。極端なこと言ったら、あのロケットの打ち上げを途中で止めたことを中止って言ってもいいと思うんですけど、それは単に正解に至るまでの道、その前の段階の999回だというふうに思うエジソンのポジティブシンキングをね、僕はね、日本人も取り入れた方がいいのかなと思います。この番組はエイブル、清水建設、人の時を思う JT の提供でお送りします。東京芸大のでの出来事のお話をしたいと思います。僕はその国公立しか行けないんで、東京芸大の油絵科っていうところを目指してしまったんですけれども、でもそうすると自分が素朴に絵が上手くなるっていうことだけじゃない課題が、その美大受験の時には一個こう出てきちゃって、何も知らずに行ったがゆえに、なんかもうバチャーンとこうそのまま前にこうどんどんなんかこうこうやって練習毎日してればいけるんでしょって思って返したら、もう本当に隣のなんか遅刻してやってきて、なんかガムくちゃくちゃ噛んでるダリーとか言ってる女の子がペペペペペッつって、なんか10分くらいで描いた絵を先生、その呼び込む先生が見て、おお前の絵いいななんて言って、って僕なんかもう前日その新聞紙のこう行間をこう1行目からこう隙間をこう直線の練習って2行目って言って、こう毎日修行のようになんかこう絵描く練習をしてたのに、何にもなんかこう準備もせずに、なんか身構えせずに描いた女の子の10分の絵が、お前すげえななんて言われてて、ってうまい絵を描きたいって思ってたのに、それだけじゃその前に進んでいけない、大きななんかこう芸術とは何かっていう問いが、その瞬間になんか怒りに満ちたような、あの壁が、その壁こそがなんか自分を考えさせて、さらに前に押し進めてくれる起爆剤というか。四浪の年で入っておりまして、嬉しくもあり悔しくもある。それまでその自分にとってのアートってこれだって思ってた絵ではなく、美大受験用の絵を最後四浪の年に描いたんです。美大受験用の絵っていう言い方もなんだって話ですけれども、そのある一定のセオリーがその時やっぱりなくはないんだなっていうふうなのに気づいたのが今四浪目の頃で、で僕にとってのアートっていうのはこれだって思って描いた絵ではそれまで入れなくて、受験のある、まあ、なんとなくこう分析されているセオリーがちゃんと含まれているような絵を描いて受かってしまったので、これで受かるの、これだったら僕も3年前に別にこの絵自体は描けてたなっていう思いがあったので、そこら辺が少しこう悔しい思いがあったですね。ちっちゃなあの学校なんですけれども、そこにやっぱ全国から個性がやっぱ際立ってるというか、一つのそのやっぱり自分が何か絵を描くだったり彫刻を作るだって建築でも何でも、何かこう自分が何か作りたいものに向かっていくエネルギーっていうものがやっぱり何か強いのが多いなって、でそういう情熱のある人たちが
いっぱいいる環境っていうものの空気というか場のやっぱりテンションみたいなのはすごいこう自分には刺激になりました。大学3年に入った時に茂木健一郎先生と出会いました。20歳の頃にたまたまなんか本屋さんで茂木先生の本と出会ったんですけれども、その本で結局分からないって分からないってことが逆に書かれていた。でも知りたいって、実際僕もあのいい絵とか芸術っていうことの答えを探して本をいっぱいこう読むようになって、この時にあの茂木先生のその科学っていう方法でも分からないっていうものに僕はなんかすごいこうそうだって思えたんですね。分からないっていうことが自分にはなんかあの時にこう救われることだったですね、はい。たまたま大学 の, あの3年の時のシラバス見たら美術解剖学特攻もぎっとだけ書かれたなんかペライチのなんかこう授業割みたいなのがあって、そうやってでもあれはもう茂木健一郎先生に違いないと思って、でそれは大学院の授業だったんですけど、僕学部生でそれはちょっとこう、まあ、大学院生のなんかちっちゃな部屋の授業だったんでこれ勝手になんか潜っていいのかなっていうのも分かんなかったんですけど、まあとにかくあの会いに行かなきゃと思ってで潜り込んで最初の初回の授業から実際会ってみたら、まずもうなんかあのすごいやっぱあの激しい先生で、一番最初の頃はまあその当時に自分なりに思ってるアートっていうのはこういうことなんじゃないか、芸術というのはこういうことなんじゃないかっていうものをこう先生にこう投げかけてて、そうするともうそんなもんじゃないだろうって言ってですね、頭をこうガツンと叩かれるようなあの応酬があって、一番最初の頃なんかもう先生と、まあ、あの僕 の, その同級生の友達とかもいたんですけれども、もうずっとなんかこうバトルのような状況で、お前たちは何も分かってないって、まあ分かってないってことに救われてたんですけれども、でもまあ僕はこう考えてるっていうことをその当時素直にまあ先生にぶつけてて、で先生はあの僕らのことをこう、まあ、ダメなやつ、まあダメなやつらだとは思ってるかもしれない思ってると思うんですけれども、でもずっとその後も引き受けてくれていて、まあ、僕だけじゃなく僕の周りのその頃先生にぶつけてたみんなをちゃんと今もそこからずっとあの面倒見続けてくださって、僕はあのその芸術っていうことにつまずいて、でも絵を描き続けて、で茂木先生がいてくださるっていう時に、とにかくなんか自分の人生を自分でこう引き受ける、諦めずに引き受けるっていうことをこう僕はなんか先生のそばで学んでたです。具体的に僕は脳科学のことを、まあ、先生のところ20年近く20年もいて一言もなんか言えないですし、科学とは何だっていうこともやっぱり自分からは何も言えないですし、ただ自分が何をやりたいのか、自分は何に感動したのか、そのことを自分の人生の中で、引き受ける、で自分が自分なりの形で、差し出していくって、そのなんかこうそういう態度、その態度を僕は先生のところで、学ばせてもらってたと今思います。はい、キュレーターやって万博ね、まだ40になるかならないかぐらい今月のマンスリーゲストは建築家の伊藤豊さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回は伊藤さんの愉快なお仲間がいらっしゃいました。建築家ユニット O プラス H 大西真紀さんと百田裕樹さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。伊藤さんにとっては期待のお二人っていうことなんですか。はい、
まあ子供ぐらいの、子供よりもっと若い世代なんですけどね。そうなんですね、はい、百田さんが直接のおじさんっていうことですよね。そうですね、ただあの京大に僕を教えに非常勤で行ってた時に大西さんも、まあ、もうすでに行っていて、はい、3年生の僕は課題だったんですが、2年生の彼女は一緒に提案してくるんですよ、勝手に先輩に混じって3年生の授業に、3年生の提案より逆にいいのそういう意味においてはね、あの伊藤豊さんはあの瀬島さんという偉大な建築家をお弟子さんで育てたんだけど、女性建築家を育てるのはうまいんじゃないですかね。いやね、そんな男性も育ってますよ。もちろんですけど。大西真紀さんと百田雄貴さんはともに2006年京都大学工学部建築学科を卒業、2008年に建築家ユニット O プラス H を共同主催されます。百田雄貴さんは2009年から5年間伊藤豊建築設計事務所にも勤務、グッドジョブセンター柏で2018年に JIA 新人賞を受賞、そして第2回日本建築設計学会大賞を受賞されました。建築設計を中心にインスタレーションやまちづくりまで様々な活動に取り組まれています。2023年のベネチアビエンナーレ国際建築展の日本館展示キュレーター、2025年の大阪万博では休憩施設の設計を担当と、今最も注目される若手建築家のお二人です。ねえ、だってベネチアキュレーターやって万博で設計ってことは来ましたね、ついに、いよいよもう、すごい、そうなんですよ、ね、まだ40になるかならないかぐらいですからね。すごいな。僕なんかその頃何やってたかって言ったら、何にも仕事なくてブラブラしてました。まだとんでもない、公共建築なんかやったことはもうなかったですしね。すごい。でも師匠おっしゃってますけど、どうですか、はい、お二人。私たちは大学出てからすぐあの設計事務所を始めたので、設計事務所を始めてからは次でもう15年経つぐらい、意外に長くやっているので、その間にもう伊藤さんはじめいろんな方に助けていただいて、ね、お二人は伊藤さんの言葉がなかったら建築に進んでいなかったかもしれないっていうふうにおっしゃってるとも伺っていますけれども、はい、3年生の時に伊藤さんが非常勤いらっしゃって、あなたにとっての建築家どういうものなんですかみたいなことを言われた時に、それまでって建築のこう図面とか習って、自分の外に建築があると思ってたけど、あなたの中にある建築っていうのはどういうものなのかっていうふうに聞かれて、それがもう衝撃っていうか、あ、自分から自分の中にある建築ってどういうことなのかみたいな、そこからもう悩みのまあ縁にこう突き落とされるみたいな。これあの根本的な話になっちゃうんですけど、東大の建築学科は工学部の中にありますよね、はい、で京大も工学部ですか。はい、工学部の中で、そうすると要するに建築ってそもそも何なのかって話になってくるじゃないですか、今のお話だと、はい、ある種のアート表現っていう側面もあるんだろう、そしたら内側にもあるんだけど、はい、世主がいて、うん、構造計算もしなくちゃいけないしとか、どうなんですか伊藤先生、そのあたり建築の位置づけっていうことにも関わってきますよね。そうなんです、僕はね最近今年何回かやったレクチャーのタイトル、みんな建築って何だろうっていう、若い頃あんまりそんなこと考えなかった、新しい建築ばっかり作りたいとひたすら思ってたんですけども、最近になってね、建築って何だろうなってこの年になって考えるようになって、考えれば考えるほど分からないですけどね。大先生が考えても考えても分からないことをいきなり3回生で、でもうその課題はもう悩んで悩んで、うん、でも大失敗に終わるんですけど、うん、その後にこう伊藤さんの建築塾に大学院の時に参加して、そこで その伊藤さんとの対話がすごい印象的で、それで僕はもうあの建築家になろうってその時に思ったんですよね。でそれが福岡に、グリングリンって伊藤さんがこう設計された公園があるんです、うんうん、その一角にこう東屋を設計するワークショップだったんですよね、うんうん、で僕がこう円形の円盤の中にこうボコボコ穴を開けたモデルを持ってって、いろんなスペースができるかもしれないんだけれども、こう全体として何なのかまだよく分かんないんですよねっていうふうに言ったんです。そしたら伊藤さんが模型をじーっと見ながら、浮かんだ洞窟かもしれないなって言って、だから地下がないのに埋め立て地なんで、そこに洞窟ができると面白いなとか、そしたらこう屋根は草が生えてるんじゃないかとか、土で作ったらいいなとか、いろんなイメージがこうわーっと湧いてきて、物を作る
生み出す言葉ってこういうことなんだっていうふうに思ったんですよ。洞窟好きなんだね。ねえ。まあ、でもなんかそれやっていいんだって学生だと思えないのかもね。そこまで自由に発想していいなんて思えないのかもしれないですね。で伊藤さんがそういうこと言ってくれることでなんか自分な何か解放されるっていうか、なんかすごいことを学んで学んでそしてようやくできるものなのかなって漠然と思ってたのが、なんかこう自分の内側からこう湧き上がるこうイメージみたいなものから考えていっていいんだみたいな。まさに伊藤さんが前回おっしゃってた内から来るこう作りたいっていうパッションというか、そうですね。まあすごく瀬島さんとは別の意味で自然体で建築を考えるんですけどね。穏やかだけれどもすごく和の僕から見たら綺麗だし、結構論理的にものを作ってるんだけれども、今百田君が話してくれたように何か自分のこう内側からの居心地の良さみたいなものに対する感性があるから、それがあのものに現れてくるんでしょうね。そして大西さんも学生時代に伊藤さんに質問をぶつけたっていうことでこちらに来ていますけれども、はい、大学で建築学科には入ったんですけれども、建築家になりたいのかとか古い建物も好きだったので歴史を勉強しようかとか迷っていた時があって、その時に私自身が初めて建築学科に進もうって思ったきっかけが、スペインのバルセロナに行ってガウディのサグラダ・ファミリアという教会を見た時に、建築家ってすごいなって思ったんですけれども、あんな風にこう多くの人が思いをかけて建築家が死んだ後にも作り続けるような建築って今の時代にあるのかなっていう風に思って、今の時代に作れるんでしょうかっていうことを2年生ぐらいの時のまだ若い時に伊藤さんにそんな質問投げかけられたら困ると思うんですけど、そんなこと言われてもって思うと思うんですけれども、伊藤さんに投げかけてみたら、伊藤さんがそれはできますっていうふうに一言おっしゃって、あ、できるんだって思って、それだけの思いをかけて建築を作るっていうことは絶対にできるっていうふうにそのおっしゃった時に、建築家って面白そうだなと思いました。そこでできませんって言ったら建築家やってなかったかもしれない。そうですね、今なんて無理だよとか言われてたらへーって思ってやってなかったかもしれない。すごいな、人の運命を変えますね。全然覚えてないですけど。そうなんですよね。お二人が感じる伊藤さんの凄さというか。そうですね、伊藤さんってやっぱりこう課題を投げかける人なんじゃないかっていうふうに思って、それは伊藤さん自身のすごく切実な建築ってなんだろうっていうか、これからの建築って一体どういうものなんだろうっていう、伊藤さん自身が切実に考えている課題がそのまま何かこう出てきたっていうような感じなんですけれども、同時にそれがなんかみんながそれに対して考えたくなってしまうっていうような、そういう課題をなんていうか建築のみんなに向かって投げかけてるような感じがしますね。そうですね、僕が事務所いる時にも呼吸する建築とか、この先の新しい建築を伊藤さんがこう言葉でこう示してくださるんです。でその呼吸する建築っていうのはこうエネルギーの消費量を減らしてこう環境とこう応答しながらエネルギーは使わないんだけど居心地のいい空間を作るみたいな、そういうイメージ。それってこうなんか考えたくなっちゃうんですよね。どういう具体的な形か分かんないけどなんか考えたいみたいな、そういうものをこうバンとこう示されて、でみんながなんか夢中になって走っちゃうみたいな、そういうところがもしかしたらものすごいお弟子さんをたくさん生む秘訣なんですかね、もしかしたら。なんかソクラテスであり指揮者なのかな。なんか結局なんか指揮者ってカリスマ性っていうかこの人についていこうと思う焦る何かだって、ソクラテスはね問答で何かいろいろ問いかけてその人自身が発見するっていう。伊藤先生いかがですか。いや建築っていろんな人と一緒に考えるものだといつも思ってるんですよ。例えば彼女と一緒にやってて彼女の方がいいアイデアが出たらそれでいいと、大体の建築家ってそう思えないんだよね。俺がって俺の言う通りにやれみたいな、そういう人が多いんだけども。安藤忠雄さんのことじゃないですよ。絶対違いますから、ね、絶対違います。本当にでもね、そうやって彼女のイメージで始まっても翌日にはまた変わっちゃうから、そうやっていろんな人の
エンジニアもいるし現場の人もいるし、まあそうやってもう絶え間なく変わっていって、最初自分がこんな建築かなと思ってるんだけど、出来上がってくるものはもう全く違うものになっていくと、それが僕にとってはクリエイティブなことだと思ってるんですよ。自分の最初に描いたものがその通りにできちゃったら、それはもうあんまりにもクリエイティビティがなくてつまんねえなと思っちゃうんで、だから僕はね毎回違う建築になるんですね。だから他の人から見ると伊藤の建築分かりにくいってよく言われて、だからプリツカー賞も遅れたんじゃないかな。もう瀬島さんがね、瀬島和代って言ったらもう先取っちゃって建築を志す方はやっぱり読みたいんじゃないですかね、これね、バリバリの建築を作ってる人のインタビューだから。もうそしてこちらの本を書かれたっていうことですけれども、はい、伊藤さんに2年間ぐらいかなインタビューをさせてもらって、それをまとめる本っていうのを作りました。ちょっと待ってください、これオープラスブックスって出版しもう自分たちがやったんですか？そうなんです。これ聖火っていうタイトルはなぜこういったタイトルなんですか？それはね、あ、説明した方がいい。もう一冊出てくるの、聖火っていうの。キレキレキレ。これは僕の父親が亡くなった一周期にお世話になった人に送った本なんですね、うん、それで聖火っていうのは父親の俳句をやった時の俳名というか、はい、ただ父親の俳句は大したことなかったみたいで、それより焼き物にすごい凝ってたんです。これは山口芳春さんが描かれた絵なんですけど、ビジネスマンだったんですけども、趣味で趣味が高じて、その成果というのがそっちへ。なんかこれがだから伊藤豊さんのお父様を記念した冊子、はい、ということで、これから撮ったってことですか？そうですね、ちょうどこのインタビューをしてる時に、はい、ある編集者の方が古本屋さんでこの本を見つけて、よく見つけたね。すごい偶然だと思うんですけども、古本屋さんで見つけたくなるような本を作りたいっていうふうに思って、うんうん、最初から何古本屋で見つけたい本を作ってやっぱり芸術家は違うわ、言ってることが分かる、ね、はい、すごい綺麗なんですけども、出来上がったら素敵な本 で、ね、でこれ建築を志す方はやっぱり読みたいんじゃないですかね、これね、うん、いや、それでやっぱり今までのインタビュアーと違ってバリバリの建築を作ってる人のインタビューだから、もうちょっと僕なんかでもどうなんだろうなって答えにくいようなことも結構たくさんあってね、はいはい、それをうまく、まあ、彼女がまとめてくれて、はい、これも最高のリスペクトの表現ですね。そうですね、美術品としての価値がまたある。本当ですね。伊藤さんに昔住んでた諏訪湖畑のお家のスケッチを書き起こしていただいたりして、初公開のスケッチが、はい、お二人の活動としては万博の休憩スペースだったり、ベネチア国際建築展の日本館のキュレーターだったりと。まずどこって、ベネチアのキュレーターってかなりプレッシャーもあると思うんですけど、出品作もお二人が決められるってことですもんね、はい、まあ、決められたんですか？はい、今回愛される建築を目指してっていうテーマで、うん、吉坂隆正さんが設計された日本館を何かよりこう居心地いいものとか愛されるものとか、そこから活動が見えてくるようなものに変えていくっていう展示を考えているんですけど、なので選んだ作家の方も、例えば大阪のドットアーキテクツさんっていう建築を設計することと作ることと運営することも全部一緒にやってるような方だったりとか、森山茜さんという、こうもともと建築を学ばれてたんですけども、今はこうテキスタイルを使ってその場所の力を浮かび上がらせるようなことをされている方とか、まあ、作ることと考えることとか、作ることと使うことがまあ一体となっているような方をそれぞれ作家として選んで一緒に展示を考えています。トラちゃん、金利賞を取られた2012年はこの番組で取材に行ってたんです。この番組で取材にことになるかな、ね、ぜひいらしてください。ねえ、はい、外ロケ。これ万博の休憩スペースというのは、これはかなりもう構想進んでるんですか？今まだ基本設計という、はい、アイデアを出しているところなんですけれども、そう、日本館でもその万博でも共通しているのは、こう
建築が人工物っていうよりはもうちょっと人間に近いような存在にならないかなと、もうちょっとこう生き物のように感じられたりとか、自然と連続するようなものにこう感じたりとか、そういうふうにするにはどうしたらいいのかっていうのを考えてチャレンジしたいなと。伊藤先生、なんかアドバイスないですか？あのコパルっていう障害を持った児童のための施設っていうのを、まあ一般の子どもたちもすごく一緒になって遊んでるのをつい最近見せていただいて、すごく綺麗な建築なんですよ。そしてあの館内全体が滑り台だったり遊び場になって、館内全体が滑り台聞いただけでね、本当に段差が全部滑り台になって、いろんな滑り台に、すごく楽しくて、かつ子どもたちはもうすごく元気に走り回ってるし、あのとてもいい建築をあの実現できて、あのやっぱりね、世代ごとに建築って少しずつ変わってきてるんですよ。そういう意味で言うと、熊さん、あの瀬島さんの世代とはまたちょっと作り方が変わって、もっとこう柔らかいっていうか、それこそ自然、あの彼が言ってたように人間に近いものとして建築を考えようとしてるので、うん、そういう点がすごく、まあ、新鮮な感じを僕は受けてますね。そしてバングラデシュの建築を担当されたというのはマザーハウスさんってあのカバンを作っておられるブランドがあると思うんですけど、そこ の, あのバングラデシュの工場をバングラデシュに行って、そこで働かれる人にこうインタビューして、どういう工場だったら働きやすいかみたいなことを聞いたりして、あの私たちってすごい国内で建築作る時にも伊藤さんと一緒に設計したみんなの家っていうのが社会人になって初めてやった建築だったので、対話しながら作るとか地域の方と作るっていうのがもう当たり前のようにこう染み込んでいって、そこからこう建築考えていくんですけど、そういうのってこう海外に行った時に同じようにできるのかなって思ってたんです、言語の壁とか。でもバングラデシュに行って作ってみたら、そのもう何百人の人が働いてる工場のところに模型を持って行ったら、皆さんがすごいこう目をキラキラさせながら集まってくださって、で一番造形的なね案をこれがいいって言ってくださって、その後敷地にを見に行ったら、その何百人っていう工場の人がみんなドラ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 敷地までついてきてくださって、ああだこうだああだこうだってみんなであの敷地で言うみたいな、こういう感じでどんな国に行ってもこうやって建築作っていけたらすごい楽しいなって。まさにそれみんなの家だね。そうですね、どんどんつながっていって、すごいな。いや僕もね、メキシコで建築作った時に現場にもう終わりがけだったんですけど、行ったらね、人で埋まってるんですよ。それがね、作ってる人だけのはずなのに、うん、その家族とかあの奥さん子供がみんな一緒にね、この人たちは働いてるのか、ただ遊び場と心得て現場にいるのかがよく分かんない。で僕がやっぱりこうあの見て歩くと、あっとみんなくっついて歩いてる。そんなこと日本の現場ではありえないじゃないですか。絶対許されないから、ヘルメットかぶってろとかなんかね、すごくいいなと思ったんですよ。そういう何かおおらかさっていうのがね、もうちょっと日本もあると。そうですね、やっぱりね、建築作るっていうのはお祭りみたいなもんですからね。あ、そうですか、やっぱり、うん、本当はね。素敵だな。今のちょっと資源ですね、師匠からの。これそういう言葉入ってますか、この本の中に。入ってないと思います。建築作るのは祭りみたいなもの。祭りみたいなものだと入ってない。でもあのメキシコの話は入ってます。うん、あ、入ってる、はい。ちょっとこれ皆さんぜひ正解。メキシコの話入ってた。はい、入ってます。入ってます。これお買い上げくださいね。ね、そうです。本日 お二人にお話伺ってきましたけれども、はい、私たちイマジネ大学ということなので、はい、私と見ている視聴者さんに向けて、はい、お二人から何か課題だったりテーマだったりをいただけたらと思います。そうですね、こう暮らしとか社会とか考えていくときに場所を共有するっていうことから考えると面白いんじゃないかなというふうに思って、こうやっぱ建築考えるときにこう制度とか機能からどうしても考えてしまいがちだと思うんですけど、別に保育園も老人福祉施設も障害者福祉施設も分けてやる必要なんてないと思うんですよ。地域の中にお昼ご飯を食べるのにすごい気持ちいい場所があったら、子供もおじいちゃんもみんなそこに来て食べるみたいなことがあっていいと思うんです。だからそうい こう場所を共有するっていうことから、どう暮らしたら豊かになるのかなみたいなふうに考えていくと、面白い社会も同時に考えられるんじゃないかなという。
場から始まる社会ってどんな社会だろうかっていうよ、うん、なるほど、はい、いや素敵です。ということで大西さん、百田さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。マイクロプラスチックを取るということについてお話しします。絵で人とコミュニケーションをしていくということ。マイクロプラスチックを取るということについてお話しします。僕は今制作しているのがこのマイクロプラスチックと呼ばれるプラスチックの小さく砕けたゴミなんですけれども、これが今世界中で環境問題として取り上げられていまして、これを取るようになったきっかけってよく聞かれるんですね。ゴミですよねっていうふうにまあもともと僕は1ミリとか2ミリぐらいの砂粒を撮影していて、でそれをいろんなところで採取しながら撮影していたんですけど、ある時その砂を採取する間にどうもこれ鉱物ではないなって感じるものが出てきたんですね。妙にカラフルなんですよ。カラフルな砂ってちょっと疑問に思ってたんですけど、いろいろとニュース見ていたらどうもこれはマイクロプラスチックと呼ばれるプラスチックゴミらしいと。撮ろうか撮る前か迷ってはいたんですけれども、写真の評論をやっている友人にちょっとこういうことを撮ろうかなって考えてるんだけどっていう話をしたら、絶対にやるべきだと。まあ撮影の方法としては顕微鏡にデジタルカメラを取り付けて、でマイクロプラスチックを置いて撮影するんですけれども、顕微鏡の世界でこの1ミリ2ミリっていうのはすごく厚みがありすぎると。でこれ顕微鏡メーカーの方と砂粒を撮影してた時にいろいろ相談しながら撮影方法を決めたんですけど、手前にピントを合わせて一度撮影をして、でまた少しずらして奥に奥にピントをずらしながら、その度にシャッターを切っていって、でそれを大体200枚ぐらい撮影して、でパソコン上でピントが合ってる部分だけを抽出してくっつけることで、初めてこの砂とかこのマイクロプラスチックの全体像が見えてくるっていう。マイクロプラスチックにしてもこういった形になるまで砕けていって、紫外線を浴びて劣化して波とか岩にぶつかったりしてだんだん砕けていく、それが砂浜に漂着するっていう状態なんですけど、その時間とエネルギーっていうのも、まあ、自分のその200枚細かくこういうふうにピントをずらしながら地味にやっていく、もしくはその採取するところからまあそういう時間をかけていくっていうのも重ね合わせながら撮影してますね。まあ、撮ってみていろいろと見えてきたものとしては、マイクロプラスチックでまず探すところから結構大変だったんですね。海岸行けば大体あるんですけど、海岸のどこにあるかっていうのはもう本当に歩いてみないとわからないんで、だん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 あの海岸にこう木の枝が漂着して溜まってる場所があるって気づいて、それをどかすとマイクロプラスチックが大量に落ちてるっていうことに気づいたんですね。おそらく比重が似ているんでしょうね。まあ、そういった形でなんかマイクロプラスチックの性質をなんか自分の撮影を通して肌で感じることができるっていうのも一つですし、マイクロプラスチックについて撮影し始めて、これもともと石油なんだよなって。でも石油とか原油っていうのはよくよく考えると古代の生物の死骸がドロドロになって液状化したものだよな、ということはマイクロプラスチックを誤食している魚とか人間っていうのは古代の生物を食べてるっていうことっていうような、まあなんかちょっといろいろ妄想というか想像が膨らんでいく。僕の今の予想では、将来それこそ人間がいなくなった後も地層を見るとプラスチック全盛の今の時代の層はマイクロプラスチックでカラフルな層になってるんじゃないかなっていうのが、まあ僕の予想ですね。実際と見て合成してこの姿を見た後はやっぱり衝撃は大きいですね。ここまでの姿だったんだっていう。特に今回のこのマイクロプラスチックの撮影と発表してからの方が手応えはすごいですね。マイクロプラスチックって今世界中で問題になっていることなので、自分の作品、自分がやりたかったことっていうのが社会と接続された瞬間だったんです。社会と接続されるってここまで重要だったかっていうような
偶然ですけど、やっぱり自分のやりたいことを突き抜けると、その逆にあるものとかに接続されるんだなっていうのは痛感しましたね。今まで全く考えていなかったその社会との接続っていうのは、まあ、今後それこそ未来の自分の作家像としてはもっともっと意識するべきことなんだろうなっていうのは考え始めましたね。青空亭のチャンキー松本です。みぬんこです。よろしくお願いします。絵で人とコミュニケーションをしていくということについてお話したいと思います。そうですね、浅草で出展する機会があったんですけど、まあ、私も絵を売ってて、チャンキーさんの方は切り絵をやってたんですけど、気がつくともチャンキーさんの周りに何十という外国の方の輪ができてて、言葉とかそういうのを超えて世界の、まあ、観光客の方がいっぱい浅草にいらっしゃってたんで、そういう方がもう大喜びでなった時に、やっぱ言葉を返さないこの盛り上がりっていうのにすごく羨ましく感じました。見てて特にやっぱり似顔絵っていうジャンルなんですけど、似てるっていうのが万国共通にも一見にして分かるというアートだなと思って。なんで似るってそんなに面白いかなと思いますね。それは自分ではコミュニケーションしてるつもりはないんですけどね、一生懸命工作作ってるだけなんで。手先を見る、まあ手先なんですけどね、動かしてみんな見てるのは。手先を見るの結構みんな見れるみたいですね。もうこれ僕はもう自分の手なんで慣れてしまってるんですけど、お子さんとかね、子供さんとかが本当にチャンキーさんの手元をずっと見てるっていうのは、なんて言うんだろう、もうチャンキーさんも超えてその作品の出来上がりを眺めている感じが、コミュニケーションというかもう出来上がっているこの関係性みたいなのがなんだか面白いなと思いました。なんか僕は結構最近ダンスとか見るの好きなんですよ。人の動きを見て面白いなと思うんですけど、なんかいつも自分の手先ってなんかこう手でダンスしてるみたいな、踊ってるみたいな感じで、まあ、その結果映画できてたりするんですけど、なんかダンス見てる感じにも近いかなと勝手に思ったりね。なかなかね、絵本という形、まあ、絵もそうなんですけど、出版されて読者が見ている、読んでくれているところを実際見ることっていうのはあまりないんですけど、何らか の展覧会とかそういう読み聞かせの機会とかで目の前で喜んでくれてるのを見た時には超えてる感じはしますよね。なんかうまく言えないけど、なんだろう、そのコミュニケーションで昨日ちょっと考えてたんですけど、うん、なんか絵描く時って結構自分とコミュニケーションしてるみたいな感じがあります。なんや、犬ちゃんなんか見てて思うんですけど、とにかく可愛く描いたろうみたいな気持ちで描いてるし、僕もやっぱりこの登場人物、描いた人物に なったつもりでいろんなところ冒険したり、なんか自分のなんかと対話してる、これも一つコミュニケーションだし、意外と絵描くって最初の出発点は自分との対話なんじゃないかなと思って、それがどんどん広がって、あ、もっとこれを見てほしいなっていう気持ちにどうしても生み出すのになっていくし、それで、うん、じゃあ誰かに見てもらおうっていうふうな広がりでコミュニケーション広がっていくんでしょうね。たくさんの人にこう伝えようとか気に入ってもらえようっていうのはちょっと考えられなくて、最初に読んでくれるチャンキーさんとか具体的に何人かの顔を思い浮かべて絵を描いていくんですけど、その人たちに喜んでもらおうっていう具体的な顔を想像して描くんで、そこのコミュニケーションで、だから多分その方の向こう側にたくさんの方が同じように感じてくださる皆さんがいらっしゃるんだろうなっていうことで、そこを通じてコミュニケーションできてるなっていうのは感じますね。
僕に関して言えば、まあ、楽しむことやなと思ってますね。詰まるところは、まあ、もちろんこれで仕事にしようと思ったら大変なこといっぱいもちろんあるんですけど、なんかやっぱりでもその日大変でもなんか絵描き出したらなんやあっという間に1時間経ってるとか、その時ってなんかもうなんか我をもう自分を忘れるというか、一生懸命楽しくて夢中になってる、この瞬間があるからずっとやっていけるし、もうこの繰り返しをずっと毎日続けてる感じはしますよね。そうですね、やっぱ想像することというか、まあ、絵を描いたり何か形作品絵本でも何でもそうなんですけど、それを作っていくことでなんか自分の人生もどんどん変わっていく感じもあったり、だから絵の方が筆先の方が先にこう運命を進めてる感覚がいつもすごくあって、連れて行かれてるなっていう感じがするんで、冒険させてもらってる感じはします、想像することで。あのね、はい、なんかちょっと予言めいてるというかね、自分の作品が自分の人生をちょっと予言めくみたいな感覚もなんかあるよね。そうですね、不思議なんですけど、はい、じゃあ皆さんもぜひ描いて描いて絵に導かれていただければと思っております。楽しい人生を過ごしてください、はい。クリエイティブは私を大事にする、日本に思いを持っている若い人、クリエイティブは毎日を楽しく暮らしたいとか、みんなを大事にする、あの建築はこういうところが私を防犯したいというか、あなたはの構成と当たり、この番組はエイブル、清水建設、人の時を思う JT の提供でお送りしました。